中井戸説。皆様、この斬新な仮説について、どう思いますか？さすがに皆様も、これは盲点だったでしょ？私の正体が、実は中井戸様、という仮説です。そんなわけないだろ、いい加減にしろ、と思った、視聴者兄貴も多いはずです。でも、冷静に考えてみてください。このレイヤとかいう、サイコパスツインテール女は、顔出しをしていません。もちろん声出しもしておらず、中身が誰かはわかりません。つまり私の正体が、中井戸様であるという可能性は、決して否定できないのです。もしそうだったら、手のひら返しがすごいですよ。今までのプロレスは、すべて中井戸様によって仕組まれた、壮大な茶番だったのです。あの脅迫も、世間の注目を集めるために、すべて仕組まれたものだったのです。そうして注目が集まったところで、ネタバラシをするわけです。レイヤの正体は、中井戸だった、と。そうなるともうすごいですよ。中井戸様への称賛の声が殺到し、登録者は一瞬で100万人を突破するでしょう。カラスマ兄貴の登録者を、抜き返せるはずです。だったら、よかったんですけどね。そんな都合のいい話が、あるわけないですよね。今のはすべて、私の妄想です。レイヤの正体は、中井戸様ではありません。最後までご視聴ありがとうございました。